はい、ということで時間がやってまいりました。どうもデブですということで、今回はですね、アプローチの簡単にふわっと打つ打ち方、これやっていきたいと思います。アプローチで、まあ、柔らかい球ですね、優しい球ってやっぱみんな打ちたいと思うんですね。皆さんやっぱこうパンって打ってコロコロコロって転がっちゃう、まあよくあると思うんですよね。まあ、結局やっぱ止めれずに奥のグリーンまで外れてしまうっていうパターンがあると思います。まあ、そうなってしまうとね、やっぱせっかくグリーンまで近づいてきたのに最後に大叩きをしてしまうっていうパターンが多いと思うんですけど、まあ、そのね、優しくアプローチを打ち方っていうのは、まあ、このウェッジですね、クラブのウェッジの構造をしっかりと活かして打てるようになるとふわりと打てるようになってきます。ではね、その打ち方っていうのはどのようにしていくかっていうのを今回説明していきたいと思いますので、最後までね、ぜひご覧ください。ということでやっていきます。まずウェッジの構造っていうのをちょっと知る必要があります。ウェッジっていうのはですね、まあ、どのクラブにも大体ついてるんですけど、まあ、こういうバンスっていうのがウェッジは特にしっかりと入ってます。バンスっていうのはですね、まあ、ここのソール部分の後ろ側にあるこの角度のことを言います。これを使うことによって突き刺さりですね、クラブの突き刺さりっていうのを予防することができます。なので結構思い切って地面にボンと当てていっても、このバンスをうまいこと使うことによって滑るっていう動作っていうのができるようになってきます。なのでこれがうまいこと使えないと、要は突き刺さってダフル、もしくはこの刃が立ってしまってボールに当たってトップしてしまうっていうミスが出てきます。ではどのような動きをしていくかというと、まずやっぱ多いのが突き刺す動きっていうのは、やっぱハンドハウスを強くしないといけないっていうので、こういう風に角度をつけて入れていくってなってくると、まあ、しっかりと立ってくれるんでフェースの真ん中には当たりやすいんですけど、まあ、やっぱこう歯が突き刺さるような形で入ってしまいますとか、手首を使ってしまって打ち込んでしまったりとかでしてしまうと打点が悪くなってきます。なのでこのね、グリップエンドをすごく意識する必要があります。このグリップエンドをうまいことを使うこと、まあ、もしくは感じることができてきたら、ふわりとしたアプローチっていうのが打つことができます。ではね、まずちょっとよく悪い例で言うとやってみたいと思います。今どのような形になったかっていうと、このグリップエンドを見てほしいんですけど、めちゃめちゃこうこっち側を向いてるんですね、左側、もしくはもう下の方を向いてしまう、手から入ってしまう。そうなってくるとすごいクラブの挙動が大きくなったりとか、角度がついて、要は鋭角に入ってしまって、まあ、うまいことボールを拾いにくいっていう形になってしまいます。なのでこのグリップエンドをどのような動きをするとふわりと打ちやすいかというと、ここのバンスを使わないといけないので、ちょっとだけね、フェースはね、開いてあげる感じ、やや開く感じにしてあげると、このバンスがしっかりと地面に来てます。でこのグリップエンドですね、グリップエンドをおへそです、常におへその位置にここの視点をそこまで動かさないで、要はこのような感じで、ここでつまんでるクラブがこういう風に動く感じです。そうすることで元にあった場所にヘッドが戻ってくるんで、このグリップエンドを常におへそに向けながら振るっていうイメージをつけてあげるだけで、ふわりとした球が打てるようになります。で構えからいきますね。構えはフェースはやや開いて、グリップエンドはしっかりとお腹向けとく感じですね。でバンスを使うように打っていきたいんで、思い切ってね、ここからはね、地面当てちゃっていい。地面に当てちゃう。地面に当てちゃう。思い切って当てていい。結構思い切って当てて OK なんで、結構な高さ、今ここまで上がりましたよね。普通に打つとあそこまではなかなか上がるんですね。もうちょっと短めの小さな動きでやってみます。今のボソンって言ってるんですけど、ここのバンズをしっかりと使ってるんで突き刺さることはないです。結構しっかりと滑ってくれますので、実際のコースとかでもふわりとした球っていうのは打ちやすくなってきます。もう本当にね、簡単です。ボールの手前のとこ、ちょっと手前のところにこの裏ですね、スタンプを押すように落としたり、もうそれだけで球の高さっていうのは出るようになってきます。おへそから変わらないように、おへそからグリップエンドが外れないように意識して、ボール1個手前のところにクラブを落としたり、
したらふわりとした球っていうのが打てるようになってきます。このような感じで、しっかりとですね、このバウンスを使って、で、このグリップエンドを意識して、で、最後にしっかりと思い切って地面に叩くっていう、この3つのポイントですね。これをしっかりと意識してやることで、ふわりとした球っていうのが打てるようになってきます。なのでですね、アプローチっていうのは、やっぱいろんなね、打ち方っていうのを覚えていった方が、まあ、技術も上がりますし、いろんな引き出しがある方が、いろんな場面から寄せやすくなってくるんで、まあ、アプローチですね、自信を持って打てるようになると、まあ、ショットとかでも、メンタル的にですね、まあ、外しても寄せれるしっていう自信がついてくるんで、まあ、落ち着いてショットもできるようになってくるんで、まあ、トータル的にゴルフっていうのが、やっぱ良くなってきます。なのでアプローチをしっかりと自信を持って打てるようになるにはいろんなね打ち方を覚えていった方がいいですので、まあ、今回ですねこのふわりとした打ち方っていうのをぜひね皆さん覚えていってもらって、ぜひ実践で試してやってほしいなというふうに思います。はい、では今回はですね、アプローチについて説明をしてきました。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。